ホームブリューコンピュータクラブの共同設立者のゴードンフレンチホームブリューコンピュータクラブはカリフォルニア州産マテオ群面倒パークで結成された初期のコンピュータを趣味とする人々の団体であり1975年3月5日から1986年12月まで活動していたこのクラブはマイクロコンピュータ革命の発展とシリコンバレーにおける 情報技術産業複合体の台頭に大きな影響を及ぼした。アップルの創業者のスティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックなど著名なハッカーやコンピュータ起業家がクラブのメンバーとして名を連ねていた。このクラブは解放や2週間に1度開かれた会合で互いのアイデアを交換し業界全体のルツボと言われている。フレッド・ムーアからスティーブ・ドム・ピエに送られた ホームブリューコンピュータクラブの第一回会合への招待状、ゴードン・フレンチ、リー・フェルゼンスタイン、ハリー・ガーランドは、クラブの正式な会合の後、オアシスを頻繁に訪れていた。ホームブリューコンピュータクラブは、電子工学の愛好家や、技術系、ホビーストが集まって、コンピュータ機器を DIY で製作するための電子部品、電子回路、情報などを交換する非公式の場として始まった。 始まりはゴードン・フレンチとフレッド・ムーアがメンローパークのコミュニティコンピュータセンターで出会ったことである。二人は共にコンピュータを誰でも使えるものにするためのオープンなフォーラムを定期的に開催したいと考えていた。クラブの最初の会合は1975年3月5日にメンドパークのフレンチの自宅のガレージで開催された。これはピープルズコンピュータでレビューするために メンローパークに初めてアルタイル8800が送られてきたことをきっかけとして開かれたものである。スティーブ・ウォズニアックはアップルアイの設計のインスピレーションを得たのはこの会合だったと後に書いている。その後の数回の会合はアサートンにある保育園として使われていた大きな絵で行われた。その後、SLAC 国立加速器研究所の行動で行われるようになり、 1978年には、スタンフォード大学医学部に移動した。メンバーのトッドフィッシャーによると、この多少なりとも、公式な会合の後、参加者はしばしばシニアに、道路の反対側のセーフウェイの駐車場で非公式な、スワップミートのために再開したという。また、ロジャー・メレンの提案で、メンローパーク近くのエルカミノリある通り沿いにある、 オアシスというバーグリルに集まった人もいた。後にある参加者がこの店をホームブリューの別の集結地と呼んだ。スティーブン・レビがオアシスでの集まりについて次のように書いている。スタンフォード大学の学生たちのイニシャルが深く刻まれたテーブルが置かれた木製のブース。1999年のテレビ映画バトル・オブ・シリコン・バレーでは世界初のパーソナルコンピュータ誕生に果たした。 ホームブルーコンピュータクラブの役割を描いている。しかし、テレビ映画ではバークレーで会合があったように改変されており、会合の流れも実際とは異なっている。ホームブルーコンピュータクラブの創設時のメンバーのほとんどは、モトローラの MC6800 マイクロプロセッサに、ちなんだ6800クラブを結成して、2009年現在でも会合を続けている。 6800クラブは、時々、6809クラブや、その他のマイクロプロセッサの名を冠したりしながら、クパチーノで、月齢会合を続けた。会員のジョン・ティ・ードレーパー、リー・フェルゼンスタイン、ロジャー・メレン会員はホビーストだったが、多くは電子工学やプログラミングの素養があった。会合ではアルタイル8800や、他の技術的な話題について話し合い、 カイロズやプログラミングのコツについて知識を交換し合った。このクラブの会員からマイクロコンピュータ企業を創業した者が多数出ている。例えば、アップルのスティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニャック、クロメンコのハリー・ガーランドとロジャー・メレン、イムサイのトッド・フィッシャー、モローデザインズのジョージ・モロー、バイトショップのポール・テレル、オズボーンコンピュータのアダム・オズボーン、プロセッサーテクノロジーのボブ・マーシュなどである。 他にも、クラッカーとして知られているジョン・ドレーパー、フェア・チャイルド・チャンネル F を設計したジェリー・ローソン、パロ・アルト・タイニー・ベーシックやクロマム・コダズラーの、グラフィックソフトウェアを開発した、オー・オサムなどもいた。デー・フェルゼンスタインは、クラブの会合の司会を務めた。また、地球外知的生命体探査の研究者であるダン・ワーティマヤーのように、他の分野の研究の道へと進んだ人もいた。 1976年9月の解放このクラブの解放はシリコンバレーの文化形成に大きな影響を与えた。解放は会員が執筆、編集を行いパーソナルコンピュータのアイデアを生み出し、アルタイルなどのコンピュータキットの組み立て方を指南したりした。そのような影響力のある出来事の一つが、ビル・ゲイツが解放に寄稿した。 ホビースト立ち絵の公開上という文章を掲載したことである。これは当時の初期のハッカーらが商用ソフトウェアの著作権を侵害していることを非難するものだった。解放の総関号は1975年3月15日に発行され何度か携帯を変えながら1977年12月の21号まで続いた。当初発行書の住所は頻繁に変わっていたが、 あとに、連絡先は、マウンテンビューの郵便局の支所箱に固定された。このクラブは、1999年のテレビ映画、バトル・オブ・シリコンバレーや2013年の映画、スティーブ・ジョブズ、1996年の PBS のドキュメンタリー、ナードのトライアンフに登場する。ありがとうございます。